宮崎てっちゃんなんで怒ったの宮崎てっちあのそれはあのあれだよね昨日のやつだよねええー、とねなんでいや怒ったは怒ってないというのはそれはまあプロレスだなんだけども結局うん道徳的問題で言うしかないんだから、えー、道徳的問題で言うのが正しいんだから、えー、タックスヘイブンによる租税回避を 合合法合法と,言,うなと言えば言うほどその道徳的に追求するってことができなくなるっていうあたりが衝突点だと思うんだよ。で経済に寄っている人たちっていうのは国家の管理っていうのをすり抜けて国家を無力化してまあ俺のリバタリアン的な考え方、ね、でで国家が死滅してしまえばそれに対して個人個人が立ち上がって福祉をすると。まああ本当ににの金持ちが勝手に えー、幼稚園作ったり病院作ったりするっていうのがリバタリアン的な平和な社会のあり方なんでいわゆる全員がお金持ち寄ってで優秀な人間が政府を作ってでその中でまたあのやる気のある人間が代議士やって政府っていう巨大なものを回してでその中で、えー、みんなから集めた金を分配しようっていうような考え方ではなくて勝手に自由競争の結果金持ちになるやつと貧乏になるやつが出てきて金持ちになったやつが 自自分あのあっ俺金持ちになって成功したんだから貧しいやつ助けなきゃっていう義務感で義務感が出るやつはだよね義務感でやればいいとで義務感がない金持ちっていうのは実は淘汰されるし寂しいから案外いないよっていうのがリバタリアンの考え方なんだよ。 だからあの政府っていうのを小さくしようとしても無理であるので政府を一回解体してしまって個人個人にして昔の巨大な家とか、まあ、日本でいうと江戸時代の半ぐらいのサイズにしちゃうのが適当だっていうのがその同州性と小さな国家村思想とあとリバタリアンの,そのだろうな話をすると話が合うところなんだよね。 あんまりね真面目に話している人俺日本で聞いたことがないのでですね。まあそういうところがあればちょっと話しに行ってみようかなと思います。戦国時代じゃねえか。まあそうやあのそれ何回か前の放送で言った通り僕はあの乱世で戦国時代が今来てると思ってるからあの今日本国に何か期待しようとしたり安倍首相に期待しようとしているのは、えー、戦国時代にまだ京都に 権威があると思っててでとにかく、えー、なんだろうな京都に行って何か訴えなければいけないというふうに思っているのと同じで信長が別に京都なんか行かなくてもいいよと言っているのと同じで俺国会議事堂前でデモするのは京都に行って何か異議申し立てをしようとするのと全く同じように相変わらず権威は強いよ征夷大将軍で位をもらえば便利だろうけども別に関係ないじゃないとそれよりは日本国を解体するかもしくは日本を出ちゃった方がいいというふうに思っているんでそのさっきの「 タックスヘイブの話に関しては僕は多分宮崎てっちゃんと話をするとあいつが真っ赤になって怒るような <laughs> 非道徳な考え方をしてると思います。はい。えー、弱そうだが岡田武将についていく。あのね、それは違う。えー、戦国時代だから全員が武将にならないときついと思うよ。で、武将になった時点で俺とお前で取引しようよって考え方だって、<laughs> ついてくるようなやつはいらねえんだよ。<laughs> <laughs> 少なくともこの番組を見てる時点でもう武将になるしか言い方はねえんだよ <laughs> ついていくようなやつはこんな番組見てねえって <laughs> もっと普通のことをやってるって <laughs> さてさてえー、国防と外交はまだ国の先売特許だようんでもね外交ってもうね意味ないじゃんあとね国防ってね意味ないじゃんえー、国防費を積み上げたから 今のさ、自衛隊予算、国防ってね、簡単で、考え方簡単で、俺の考え方簡単で、国防費を倍にしたらいいことあるか、ないんだよ。今の日本の自衛隊予算を倍にしても、別に何にも国防上のいいことはない。あの、災害救助のいいことはあるけどね。じゃあ今の自衛隊予算半分にしたら、すごい困ったことになるのかと、実は、 国防上、あまり困ったことにならないんだよね。ということは国防なんてさ実はあってもなくてももななくほぼ同じなんだよね。それよりはアメリカとの外交関係の方が大事であったり中国との外交関係の方が大事。じゃあ外交は相変わらずあるじゃないかというふうに思うかもわかんないけど外交といってもさ現在の外交の半分以上は外務省じゃなくてさなんだろうなあの企業がやってるわけだよね。企業があの だろうえー、貿易どういうふうにするのかっていうのはそれぞれの国と話し合って経済があの人民元が上がるか下がるかっていうふうなことを例えば中国に対して投資するのか会社作るのかもしくは中国からの人を受け入れるのかっていうのをやってるからさもうねあの外交と防衛があるから国はまだ必要だっていうのは俺やっぱさっき言ったあの戦国時代の京都だと思うよ。それは、今否定できなないんんだけども、こんなに急激に。急激 えー、崩れてきてるところにあまり期待してもしょうがないと思うんだよなさてさて英語「国は邪魔しないと軍備はコスパが悪い」コスパの話すると核兵器の話になっちゃうからねあんまよろしくないと思うよ。